今回は非人類学園の味方に来た中国孫騎性うまかった方のものをご紹介します。こちらは YouTube ライブをしていたやつで、おそらく私、ノエル君とスナイパーマンの3波ですね、でやっている状況です。性は少し前のパッチで修正が入って強化されてますが、なかなかピック率が低いですけど、一応スキル説明も含めて今一度紹介しておきます。パッシブがかなり強くて、スキルを使用した後の次の通常攻撃が100目みたいな形で後ろに伝播するといったスキルになってますので、これマジでやばいと思います。特にタワー下ですねの時にリゴール甘えしているキャラクターに対してタワーを使って後ろに伝播させてキルするということができるようになりますので、甘いリコールは注意した方がいいといいと思います。あとはそうですね、まあ1スキですね、こちらも、クリティカルするスキルになってますので、そういったところから性はクリティカル上げが圧倒的に無難だと思います。後々ちょっと難しい算数の話が出てきますが、初手のこのグローブ回というのはクリティカル値を盛る、ところも含めて非常に有効ですので、性に関してはこのグローブ回が安定だと思います。それ以降に関しては靴を買ってパチンコパチンコ、これでクリティカル値が38盛れますので、この買い方が安定的に今は性強いと思います。続けてスキル2ですね、こちらが移動した時ですね、下にビュンってなんて言うんでしょうね、そういうフィールドを展開してそこに乗った敵の防御力低下と移動速度を低下するというようなフィールドを出すんですが、これめちゃくちゃこれまた強いですね。特にこれにはスキンによってアドがありますので、必ずこのスキンを使う場合はコンチェルトのスキンを使ってください。一応比較出しておきますね。これがメヌエットという形で一番新しいスキンだと思いますが、こんな感じでかなり見やすいと思います。続けて梅、これもかなり高かったスキンですが、これもめちゃくちゃ見やすいですね。そしてコンチェルト、マジで見にくいですね。項目点の精霊と同じ感じですね。続けてこれが通常スキン、通常スキンもわりかし見にくい部類だとは思いますが、まあ全部並べてみますが、比較してると分かる通りメヌエットが圧倒的に見づらいですね。違う、コンチェルトでしたなので敵から見にくさを追求するんだれば、項目点と同じ感じでしっかりとコンチェルトを使っておくといいですね。今のもしっかりとガルダのインに対して2スキンでブリンクしてるで、この方すごいスキル避けるのもうまかったですね。というところで、まあ性を使うんだったらコンチェルトのスキンというのは覚えておいてください。でここもね、必殺技の挙動になるんですが、必殺技は敵を撃った時に後ろのものとガチンコって引っ張ってくるスキルになりますので、打ち方どういう風に打つと敵をガチンコすることができるかっていうのは覚えておいた方がいいですね。横とかだとダメですが、真後ろに敵がいる場合ガチンコって形で引っ張ってこれます。これはタワーにも有効になりますので、タワー後ろで甘えてるやつをガチンコするとかなり強いと思いますね。集団戦の時覚醒するとさらにガチンコできるやつが、合計3人ですねになりますので、このガチンコはめちゃくちゃ強いっていうのをこの動画で覚えておきましょう。これにて、まあ、性の話一通り終わりましたので、まあ、あとは本当に、各スキル、1スキ、2スキ、ウルト、このパッシブにはクールダウンがついてませんので、スキルを打ったら必ず次の通常攻撃が強化されるというところを活用して、1スキ、2スキ、ウルトで、その合間に通常攻撃を挟んで殴っておくと、かなりの火力を出すことができますね。で特にクリティカルなので、え?みたいな、そんなワンパンみたいなことになりますから、育ってる敵の、例えばアサシンのジャングルだったりとか、はたまたミッドのメイジを余裕で吹っ飛ばすことができますし、無敵で例えば白黒だったりとか、はたまた、まあ、ちょっと関係ないですけどスバルのドローンとか、そういう逃げ切ってしまって逃げたりとか、スキルを無敵回避するキャラクターに対しても1スキを先に当ててしまえば無敵終わり後爆発ズドンで消し飛ぶみたいなことよくありますし、はたまた項目点ミッドとかもこういうのが刺さりますので、割とボットのマックスマンの中には、まあ、スキルファイター寄りで通常攻撃、まあ、もちろん打つんですけど、このスキルの1スキがめちゃくちゃパンチ力高いですからおすすめですね。ただしかし昔誰かがどこかで何か1スキがクリティカルが2倍で計算されるみたいな話はあって、私はそれを信じ込んでいて全く考えてなかったんですが、今日ちょっとトレーニングで計算していろいろやってみたんですけど、どう考えても1スキはスキル2倍になってないですね。これはデマだったみたいです。ここもまあしっかりとガルダのスキルに対して避けてる部分が非常にうまいですね。ただ白黒も、ウルトでも敵を使ってしっかりと避けてますね。で見て分かる通り1スキをマジで外さないですね。この人は必ず丁寧に1スキをぶち当ててますので、そういったところも非常に大切な部分です。特に1スキポン押しで敵が何もいなければポンで大丈夫なんですけど、いざって時は必ずスワイプして1スキを狙っていく必要があります。ここから簡単な算数のお時間です。こちらのグローブが240円で、会心が 8%、 1会心30円、続けてパチンコ450の、15%、 1会心30ということは、見て分かる通りどっちを買っても、コスパ関係ないということになります。続けて今度は復
合の計算式ですね。 HP のものと物理攻撃がこんな感じですね。ということはここから導き出されるのが、貫通の1貫通が 16.15 ゴールドになるというのがここまでのお話になります。で、本題がこちら。応援団の電の子くんが 4.8 の物理貫通ということは 77.52 ゴールド、そしてクリティカル値ですねの応援団になる爆弾くんが1回心30ということは、計算すると45ゴールドになりますので、トータルで電の子くんを積んだ方が応援団としてはコスパがいいですね。ただ僧帽くんというクリティカルダメージがあるアンタッチャブルもありますが、まあこれはお好みですが、個人的には僧帽くん派です。まあ、ことクリティカルですので、クリティカルダメージを増加させるのは、あの僧帽くんの、応援団の装備しかありませんから、まあ、個人的には 20% かなりバカにならない数字ですので、まあ、僧帽くんを、せいの場合は積んだ方が個人的にいいのかなと思いますが、今回この方に関しては、電の子くんを積んでました。まあ、電の子か、さっきのクリを積むんであれば、もちろん電の子だと思いますが、電の子か僧帽くんかに関してはお好みだと思います。そして、まあ、ちょっと話が若干、昔の話になりますが、ちょっと前のメンテナンスでルリ島が遠距離のマークスマンにも有効になりましたので、マークスマンのルリ島採用率が格段に上がりました。そこからまあ貫通値がだいぶルリ島で盛ることができるようになってますので、そういった点からも、まあ、あえて電の子くんを入れる必要もないのかなとは思いますが、物理防御を上げておくとクリティカルダメージを抑えることは実際できますので、まあ、そういった点から電の子くんでもいいのかなと思いますね。この方は、この装備の買い方の後にしっかりとルリ島は入れてました。パチンコパチンコ匂い棒でクリティカル値が15、15、20で 50% ですね。まだこれで漏れている状況ですので、まあ、肘に関してはなかなかクリティカル値がでかいです。結構 50% でももっとクリティカルするような感じの計算式っぽいですから、まあ、50% ぐらいあればいいのかなというところと、パッシブの伝播したダメージに対しても、あれが非常にいい点が魔法ダメージということで、魔法ダメージのクリが飛んでいくというところになりますから、物理防御を上げただけだとパッシブのダメージは抑えることができないっていうのも精鋭の強みになりますね。割と本当にバカにならん 2,3000 ぐらいのクリダメが精鋭のパッシブ飛んできますので、しかも魔法で、そこが非常にいい点ですね。育ってる精鋭はもう終わりですね。触れられたら終わるっていうぐらい強いです。で、今回は序盤結構キルが入ってきてますので、もうこのタイミングでかなりの大富豪ですね。見てわかる通り、今ギューマオの HP が半分近くあったのが、クリティカルで2100、おそらく半分近くは飛んでますね。まあそして、スキルですね。クールダウングッズ、私個人的には若干、って気はしちゃいますが、一応クールダウンの靴を積んでおくと、2スキのクールの回転が早いのと、ウルトのクールも基本的に早いですので、かなり1回の集団戦で下手したら2回ぐらいウルト打つことができるようになるっていうのはかなりのメリットだと思います。合わせて後々作るルリ島だったりとか国標、これでもさらにクールを下げることができますので、打ち放題状況になるというところがありますから、非常にクールダウンビルドとしても強いと思いますが、まあ個人的に序盤はそこまでクリティカルなのかなって気がしちゃうので、私は赤靴でもいいのかなと思っちゃいますが、上手い方はクールダウン積んでる方ちらほら見かけますね。靴はクールダウンか赤靴はお好みだと思いますね。ただまあ序盤クールダウンの靴を履くと、まあ、実際スキルが結構回りますので、その結果マナ不足に陥りやすいという傾向がありますから、そこはマナ管理大切にしないといけないのかなと思います。まあ、なので、まあ、もしあまりにもマナきつかったら190の杖買って、それだけでだいぶ緩和されますので、そういった部分でもいいのかなと思いますね。ただまあ食堂おばあちゃんか、茨、この方は珍しく入れてなくて、哲学佐野プロゲーマーといった形でだいぶ耐える構成してますね。まあキュービだったりとか青龍ガルダといったような、まあ、タワー下にぶち込んでくるようなキャラクターがいるっていうのも見越した上で、応援団をそれに今回はカスタマイズしてるのかもしれないですね。でここに来てこの方はルリトを出してますね。これでクールダウンが 15% の10ですね。これで 25%、 まあだいぶ下がりますので、ウルトの基本的なクールダウンが短い中ここまで下げると本当に打ちまくれますね。でさっきも言った通り、パッシブがスキル使えばその次の通常攻撃強化になるので、クールダウンを下げることによって、まあ、実際パッシブの回転率を上げてるってことにもなりますから、まあ、理にはかなってるビルドではあるんですね。ただ他のMM と違って通常攻撃主体で戦うわけではないので、さっき言った通り1スキですねを必ず当てるっていうところ、ウルトはターゲット指定になるので別に構わないんですけど、タワーだったりとかミニオンに反応してしまうスキルですので、打ち方ミスるとあれそっちに行っちゃうのみたいなことになりますから、そこは注意した方がいいですね。まあスコア9対7、割といいスコアしてるんですけど、今気
金閣のウルとか止まりましたね。いやガルダが頑張りますね。いや円月のニスキが強いですね。いやここはロウ君の無敵が強いですね。うまいこと避けれましたね。で一応ちなみにまああの味方の最後の紹介をしておくと、ここにいる、この吸血鬼は UR1 みたいですね。あんまりなんか吸血鬼かって気しちゃいますけどね。まあ吸血鬼本当にちょっとだ、昔はね本当に日本サバに実装される前に関してはすごい評判良くて、いやまたバンカヤラが来るよと思ったら、もう中国で弱体化に弱体化食らった状態で日本に来たので、まあ、めちゃくちゃ実装当初まあ前評判からするとちょっと残念な結果になっているような状況ですし、現状トップで吸血鬼を選ぶ、あえて誰かのために選ぶっていうことはほぼないと思いますね。誰のカウンターにもならない気がします。ただしかし吸血鬼は序盤、MM に対してパン当てることができればめちゃくちゃ強いですし、そもそもパンパンからのニスキですねを3回回すことができる、まあ2回安定回して3回目追撃みたいな感じのことができますから、割とキャラパ性能的には悪くないですし、12レベルになって1回死ぬことができるようになるっていう、覚醒も非常に強いと思いますね。ただ現環境吸血鬼っていうピックは結構きついと思います。まあそれぐらいですかね。あとはまあキュービかな。キュービもまあかなりナーフで、ニスキの昔みたいなニスキで延々とはめ殺されるみたいなことがなくなりましたから、だいぶこけてる人が多いですが、まあ一部ランカーはやっぱりキュービ使って試合をぶっ壊してきますので依然強いと思いますが、昔みたいな雑なニスキの打ち方は許されない状況になってますね。ただ見てわかる通り本当に精が痛いですので、スキル使用後の通常攻撃もらうだけでハゲてますね敵が。で集団戦はまた立ち位置後ろから後ろから、いいのが、まあ、MM がタンク殴っちゃうと、タンクにダメージ吸われて、後衛が落としてないってことがよくあるんですが、聖に関してはタンク殴ってても、タンクの後ろについてきてるやらつを、聖のパッシブが打ち抜いててくれますので、まあ、非常に敵が硬いタンクがいたとしても、立ち回ることができるっていう点も合わせていいのかなと思いますので、まあ、負けゲーの時ですね、敵が猫を使った雑ダイブしてきた時に、猫に対して通常ぶっ放しまくって、裏側にいる敵を落として、そこからワンチャン GG なんてこともありますから、割とロマンがある MM ではありますね。ただまあやっぱり牛魔王だったりとか、まあ急騰中といったような環境的にめちゃくちゃ強いのが多いですから、今はそっちの方がピックされがちですが、私は聖が好きですし、依然聖ジャングルはまだいけるのかなと思ってます。さっきからもう敵がと、いや、聖竜インしていくの見えなかったですね。線が見えたと同時に飛んできたみたいな感じですね。見たから通りクリティカルが超いて、ここもヘルスパンパンにあるんですけどね、敵がパンパンに死んできますからね。2000ってやべえですよね。普通に考えてやべえですからね、クリティカル値。まあ、牛魔王給湯中、まあ、給湯中はウルド、牛魔王は手榴弾からのワンパン、やばいものがありますが、聖も依然クリティカルやばいものがありますので、まあ、ピック率が低いとは言うても、割とロマンがある聖だと思いますから、まあ、やったことがない方はこれを見て、運勢いけんのかなとは思ってもいいのかなと思いますし、私は聖好きです。というところで、以上。ね、うまかった中国孫騎の方の、まあ、MM 専門の方ですね、の動画になりました。やっぱりね、佐野、プロゲーマー、哲学といったようなかなりカチカチですので、序盤のレベル2ダイブの時、タワーしていなすことができる可能性って、これで格段に上がりますから、そこで1キル、2キル、聖に拾っちゃえば、そこからパチンコファイヤーのクリゲーにすることができますので、割と、まあ、1スキ制度によってくるところはありますが、やってみると楽しいキャラクターだと思います。よければチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で、バイバイ。